パンが。ごめんね、すごい汚い。え？汚いんだ。汚い。あ、ごめんね。なんかでも、もっと汚いと思った私。あ、も結構もっと山積みで、もうハエとかもいると思った。結構マックス着ても使うグラスとかもないしね。でもすごいね、グラスがすごいね。グラスがすごいね。グラスがすごいね。すごいね。え、あんま汚くないじゃん。全然もうだってこれ1週間半とか洗ってないよと。あー、そういう汚さね。これ何使ったやつ。これは食パンを焼いた後に卵を焼いた、油ひいて卵焼いた。油ひいて、油ひいて。ティッシュある？一回拭いた方がいいよそういうの。あ、そうなの。そうなの。これ使って。待って、キッチンペーパーもったいないから。あ、甘いねこれは。甘いんだ。なんだろう、でもさ、卵っぽくないよね。うわ、汚っ。わかんない。でもこれ上の方にあるってことは割と最新だと思うよ。あ、そうだね。下にあるのが昔だから。あのね、食パンの匂いがする。多分食パンだもん、ほら見て。あ、ほんとだ。主食が食パンなんですよ。安いから。卵溶いたかもしれない。卵溶いただけ。うん。あ、まあ納得の匂いか。そしたら基本的にこの、これはね、卵溶くかヨーグルト食べるかしか使わないから。あ、そうなんだ。じゃあこれもどっちかってこと。どっちかだと思う。でもこれぬめり気的に卵溶いてそうだよ。ほんと？あ、そんなことない。臭い。ヨーグルト？臭い。臭い。うわ、よくこんなのかけるね。可愛いお茶碗出てきたよ。この使ったらいいのに、洗って洗って使ったらいいのに、これパン以外も食べれるのに、ご飯も食べれるのに。怖い、この重ね方大丈夫？怖い怖い怖い。一回ね。あの香水のお店でさ、コーヒー豆嗅ぐじゃん。一回壁挟むね。香水、あ、コーヒー豆ないから。うんうん、すごいお箸な、え、そう、お箸、もう使えるお箸、ここにはない。この家にはもう使えるお箸。何人前これ？何人分これ？私じゃあ、何人分だっけ？一人、全然一人で、全然一人だけど、なんか多分。え、お箸使いたいときどうするの？だからもう、今日とかは、納豆をスプーンで食べた。あー、まあ、いけなくはないか。そうか、いけないとない、全然。コンビニだとお箸もらっちゃう。そう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 。もらっちゃう？もらっちゃうね。地球に良くないよ。SDGs ですよ、今の時代は。洗わなくて済むから、コンビニでもらうと。あー、なるほどね。中学生の時に、家庭科部だったんですけど、結構お菓子作りとかをね、部活でしてて、で、その時に、あまりにも洗う時、豪快すぎて、水道のまばたきって呼ばれてましたね。それぐらい私は食器洗いに命をかけてきた今までね。タミちゃんは水道のエピソードある？食器洗いのエピソード。食器洗いのエピソード、結構でもバイトとか。あ、確かに。なんか私カレー屋さんで、うん、大学生の時バイトしてたんだけど、うん、いいじゃんカレー屋さん。そう、あの半年間働いてて、お客さんが本当に 3,4 人しか来なかったカレー屋さん。半年間で？そう、半年間で 3,4 人しか来なかった。うわ、え、潰れた。潰れた潰れた。そうだよね。ランチ10時から15時なんだけど、うん、9時半に来て、うん、カレー温めて、うん、あ、そうだよね、だってそう15時になって、あの温めたカレーを全部捨てて帰るっていうバイトしてて、もったいないね。そう、でその時に、うん、真っ白いネイルをしてたんだけど、うん、カレー屋さん その鍋とか洗ってたら真っ黄色になっちゃって、うん、白いネイルした時に、うん、カレー洗っちゃダメなんだなって気づいたよ。なんか引っかかってるな。え、なんか引っかかるんだよね。なんだと思う。何、卵とか。私諦めてる、いつもそれ。ダメだよ、諦めたら。それかしてるかしないと。あ、これ欠けてるだけかも。食材がくっついてるとかではなくて、箸が欠けてる。箸が欠けてるね。あ、箸とかも、うん、なんかこうやってうまく使えないって分かってるから、うん、全部同じ色にした。うんうん、でもそれはいいと思う、ね、私もね、同じやつこう適当にさ、そう揃えなくていいもんね、柄はね。これは卵焼き。卵焼きと食パン。これ食パンね、すっごいフィットするの。あ、ちょうどいいよ、食パンに。なるほどね。これででも焼いたことないよ、食パン。え、初めての食材が出てきた。あ、卵かな。卵だ。うわぁ。これ何日前か覚えてる？大体でいいから。2、3日前かな。いただきます。使わないでいいですから、ここ。味しないね。シールとかも剥がしません。これもう、買った日に。剥がしません、私は。買った日に剥がすやつ。ちゃんとした食器使ってるのがね、もったいない。緑で買いました。えらい。あ、でもこれ剥がしてる。多分剥がれ、多分使ってる。剥がれてる。本当だ。剥がれてない方が。剥がれ増ししてる。これもうね、焦げとかね、一回洗った方がいいよ。クレンザーとかさ、あのブリーチとかない？うん、いい。いい？うん、いい。ちょっとできる。
ことするね。うん、気にしないから。こすって落ちるところを落として。全然落ちるわ。まだ間に合う、まだ間に合うやつがある。ちょっと諦めてた全てを、うん、全部諦めてた。落ちないところもあるけど、ちょっとだったらね、こすれば落ちる。無限にやっちゃうから軽く落として。あ、すごい。ほら、ここら辺とか綺麗に。マジ本当だ。諦めてた。諦めてた。すごい。諦めないで。もうちょっと黒かったんですけど、すごい。こすったことで、もう、マシになりました。変わった時と同じよ。そんなことない。そんなことないよ。スリーコインズで見たのと同じ。すごい、拭いてくれて。もうこういうのってもうね、拭いた方がいいんだから、こう、今、ちょっと横掃除しとく？あ、ごめんね。いいよ。私が好きでやってる。横掃除したことない。本当？うん、もうね、お皿洗いの次にこうやっちゃうのよ。へー。でも水パーティー一緒に流したらいいからね。はい、ということで。ありがとうございます。いや、とんでもないです。ちょっとね、もっと汚いと思ってきたから。正直こんなに綺麗だと掃除のしがいがないというか、うん、まあ、結構私の中で汚い方だったんだけど。うん、あ、まあ汚いのは汚いんだけど、汚い汚いけど、なんか思ってた汚さじゃなかったから。私がね、ごめん、勝手にもっと汚いと思ってたから。ちょっとリビングで汚いところがあったら。リビング、じゃあちょっとお邪魔します。結構散らかってますけど、この辺り、この辺りは結構、全然綺麗だよ。この棚が割ともうぐちゃぐちゃ。ぐちゃぐちゃ？ぐちゃぐちゃ、ぐちゃぐちゃ。どこがぐちゃぐちゃなの？物が散乱している。散乱、どこが散乱しているの？物がもう多すぎる、多すぎる。え、いやいやいや、え、でも乗っかってるじゃん。乗っかってるのって多いって言わないの？多すぎない？もう乗り切れなかったら多いっていう。あ、乗り切れなかったら多い。じゃあこの時点では乗っかってるから、うん、え、私は多くないの？私はこのすべてをこの一段に収めることができる。でもさすがに部屋がこんなに綺麗だから、体をね、ちょっと悪いところを見つけてもらわないと。私不完全燃焼だから。総合判定は B。 B です。 B？ もっと Z とかちょっと違う、思ってたのと違うな。 Z？ 総合判定は B。 うん、でこのね、うん、大体 A なんだけど、うん、この、ね、1個だけ等対者がね、 B だった。等対者？等対者が B だった。これだけ B。相対者って何？相対者が B。 これだけ B だったんだけど、うん、別にググったりとかしてないから何が悪いのか私分かってない。相対者とは、食事として摂取したエネルギーを各臓器が消費して活動し、余分なエネルギーは上に蓄えて備え、上に備えて蓄え、必要な時に利用するというサイクルのこと。あ、糖尿病とかに近づいてる。怖い。相対者が悪いと、怖い。急に相対者が悪いと糖尿病に近づきます。やばい。何で改善できるの？それは糖尿病というよりは、うん、糖を使うサイクルの機能の低下が軽度の糖尿病患者とよく似ている症状が出る。近い。なるほどね。そう、ちょっとなんとかしないといけないんじゃない？怖い。急に怖くなってきちゃった。健康診断受けてよかった。よかったね。受けないと分かんなかったよ。よかった。え、あとはどこが悪いの？そこだけ？うん、でもここだけ。でもそこがダメだってだけで B になっちゃうもん。ね、一個だけ B で B みたい。へえ。受けてる？受けてない。私の方がやばいかも。受けた方がいいよ。うん。健康診断受けます。ちょっと健康診断みんなで受ける。みんなで受けよう、健康診断。糖尿病にならないように、うん、気をつけていきましょう。皆さんも気をつけてくださいね、本当に、ね。気をつけてください。糖尿病怖いので。糖尿病は怖いね。じゃあ私が糖尿病ってって言ったら二人で怖いって言うよね。わかった。糖尿病って怖い。